大人っぽいギャルのリオです。ふぎふぎあいのなぎです。毎度のピアです。スマホの中身を紹介していきたいと思います。イエーイ。え、どうですか皆さん、意気込みは。スマホのチェック大丈夫ですか。うん、別に平気。うん、あれ、なぎ、じゃあやっていきましょう。それではどうぞ。じゃあ誰から。じゃあなぎからいっちゃう、そのまま。じゃあノアから行く？うん、おー、じゃあノアで画面録画だけしてほしい。ね、ちょ、うん、あ、いけた。お疲れ様です。おはよう。おはようってやったね。ノアピの待ち受けからお願いします。これ、ももちゃん。じゃ開いてもらっていいですか。どういう感じ。え、見せてくれ。結構シンプル。うん、え、Android だよね。多分。じゃあ使用してるアプリから。え、好きな？一番使うアプリとか紹介してほしい。これインスタの横。何？これインスタの横なの。分かるやな。豆腐少女。豆腐少女？アプリ。アプリ？ゲーム？ゲーム。うーん。豆腐飛ぶやつなんか。豆腐。なんか、リオが教えたらめっちゃ伸びはまやるし、あれ、100まで行ってるし。あれ楽しいよね。で、2個目これが、秋ね、秋ネタ。あー、それもゲーム。うん、あと、なんかバイクのやつ、携帯で、こうやってやる、うん、ってやるの、うん、ってだけ、好きなの。カメラのアプリは何使ってる？アプリ、ビューティープラス。ビューティープラス、これ、うん、それと、スノー。スノーも使う。 LINE の着せ替えは何使ってますか。白。白、うん、普通のシンプルってことね、特になんかもともと白やった。うん、じゃあ次は、検索履歴。待ってな、さっきなぎちゃんがおもしろい、え、何で、おもろしろい、あ、おもろしろいって言ったで、それ調べたん。うん、で、おもしろいで、次台風。台風台風13号を調べたのね。で、サイレントボール。サイレントボール、あの、バスケのめっちゃ軽いバスで、ローラーブレイド。なんかいろいろ調べてる。おもちゃのバイク、年中し、え、おもちゃのバイク、そう、アラート。で、中国語、まあ、おもちゃのくる、え、まあ、バスケットボール。いろいろ調べてんね。あ、OK。 OK。 じゃあ次に未公開写真なんかください。未公開だね。何でもいいよ。かっこいいエルトかわいい。かわいい。あ、かわいい。なんかご飯食べに行った時に一緒の時ってそこから撮って。かわいい。で、ごめん。え、かわいい。見せて、これカップル。かわいい。なんか、ノアのママがカップルできました。かわいい。めっちゃかわいい。じゃ、ノアは携帯何歳の時に買った。え、2年の最後らへん、うん、から、それずっとその携帯もう一緒で、だからケースこんなに広い。家族との携帯ルールはありますか。ない。ないけど、夜まで触ってたら、まあさすがに1時とかやったら、うん、夏休みやったらよかった。確かに。ノアの携帯の中身チェックはこんな感じでした。次、ナギ。次、ナギ。そう、ナギの携帯はこんな感じです。ノアの知り合いの方に作ってもらいました、うん、オリジナルってことじゃん。そう、写真を送って、それをアニメみたいな感じで作ってくれる。そう、作ってくれました。キーホルダーはこのかわいいチョコのやつをコンビニで限定で販売されているサンリオのチョコのキーホルダーです。で、これはゲーセンの企画の時に、企画外の時に
終わった時に。そう、リワちゃんとそれで撮りました。うん、それ匂いつくん。メロンの匂いだけどなんかなくなった匂い。消えてくるんだ。一つだけあった。なんだなんだ。三つあるで。まだある。メロンの味しない。多分弱まってくのかね。録画します。はい。待ち受けから見せてください。とこんな感じです。これ何種類もあるんだっけ。そう。なんかもういっぱい。めっちゃあるやん。で、最近これを入れたんですけど、うん、これゆあちとゆあちゃんのピリクラで、うん、ゆあちがアニメみたいな感じで作ってくれたんです。なんかはしゃいぐって、りおちゃんがプリクラ街に行ってもらったんですけど、それをなぎが笑、りお、あれりおちゃんは笑で、ゆあちがトリマトロで、次のやつ、りおちゃんと撮った3人のやつが、あ、どこ行ってたんすか、あ、やっと戻ってきたんや、ま、いいやん。え、全部ゆなちが、あ、はい、そう、ゆなちが全部書きます。え、これマジでりおちゃんもなかった。え、そう、なんか面白くて、りお、うん、ちゃんがこうなっちゃう。あ、消えちゃった。そう、いなくなっちゃった。こんな感じです。え、ちなみに時刻とかもそれ自分で編集してるの。そうです、うん、かわいい。みぬちゃんとか、ゆなちとか、のあぴとか、全員。恥ずかしい。わー、懐かしい。いろいろあります。じゃあ、中開いてください。おー、こうやるの。おー、キリンの写真。かわいい。携帯の種類は何ですか。 iPhone13。 13? なんで笑って中継開けて、じゃあ画面、ホーム画面から。の画面はこんな感じです。これ動物園のやつ。そう、お気に入り写真です。じゃあすみません、アプリからお願いします。はい、と色ごとに分けてます。分けとんじゃない、うん、あれ、色、虹色囲んでます。で、真ん中はちゃんと開けてる感じね。はい、で、うん、これは写真です。うん、よく使ってるのはビューティーブラシとかスノーです。あと SNS はこんな感じ。 SNS で一番使ってるのは TikTok です。ゲームはこんな感じです。いっぱいあるね。うん、あんま使ってない今は。うん、なんか TikTok いつも見たらが多いんだ。はい、で、加工とかなんか編集がこんな感じ。うん、もう結構あるね。はい、次が、じゃあ LINE の着せ替えは何使ってますか。 LINE の着せ替え、こんな感じ。キティちゃん。キティちゃん、なんか1日ごとに変わっていくんです。3種類あって、キラビアとおばんじゅうさぎとキティちゃん、1日ごとに変わっていく、設定しました。うん、って感じです。じゃあ次が、検索履歴教えてください。検索履歴と、さっきノアピーとナギでなんか会話しとって、おもろしろい、うん、ナギが言っとって調べたら、なんか AI が喋っとったんですよ、それは。ナギが、ぷくぷくぷくのナギです。うん、うん、だから AI が言ってくれるかなと思って調べたけど、言ってくれませんでした。ぷくぷくぷくやるのってなんで絶対なんで。あとこれ、天猫の会っていうなんか歌があるんですよ。で、その読み方が分からなかったので調べました。天病っていう歌らしいです。はい、じゃあ次が未公開写真。未公開写真、はい、公開写真、こんな感じ。誰？ん？何と、ワンちゃん。え、ちゃんと犬とちゃんと反応するの。ね、反応するんだ。そう、反応する、エフェクトで。エフェクト。携帯は何歳の時に買ったの？コギャルオーディション受けたかったから、ナギの携帯でやらなあかんかったから買いました、その時。え、何歳の時？小3くらい、うん、からずっとその携帯し、はい、ナギも家族との携帯ルールはある？うん、ないけど、夜になったら目悪くなるで、うん、あんま見ん方がいいです。夜に。ナギの携帯の会話、こんな感じでした。リオのスマホの中身を紹介していきたいと思います。
リオの待ち受け、待ち受け、うん、はこんな感じです。なんかナギと一緒でタップしたら変わるはずなんですけどえなんか時間なんか触っても何もなんなくて、時間が経ったら変わるみたいになっちゃってます。で今これです。あ、録画し、次じゃあホーム画面、はい、ホーム画面はこれゆなちとのプリクラのやつです、うん、最近の、うん、めっちゃ最近です、うん、じゃあまず最初、携帯の種類は何ですか？携帯の種類は iPhone X です。中古で買いました。使用してるアプリ教えてください。リオもなぎみたいに分けてて、 SNS とかキーボードとかこんな感じで分けてます。リオもあれだね、真ん中は置いてないんだね。一個ずつ、ね、2枚に分けてしてます。背景が見えるようにしたいんで、うんうん、1列だけです。一番使ってるアプリは一番使ってるアプリは TikTok かインスタかどっちかです、うん、で基本的にも一応カメラのところにビューティープラスとか入れてるんですけど、みんなあんまり使わなくって TikTok で写真撮ります。へー。次じゃあ LINE の着せ替え教えてください。 LINE はなんか最近は全然してなくって、購入してなくって、キティちゃんです。検索履歴お願いします。気になるなー、ゆうちゃんコスメとか知らないですか？確かに全然知らない。あ、出てきた。めっちゃ調べてる。みなちがスプラめっちゃ強いんで、スプラの強い武器とか調べてて、すごい。で、あとは渋谷のツタヤでハローキティのコラボがあるみたいで、今やってる。それバーバが教えてくれて、そこから調べた。なぜ待ってと、でなんかロンゲウーパールーパーってあると思うんですけど、何ウーパールーパーっての生物の生き物？ママと新幹線に乗ってくるときに、ママって眉毛少ないんですけど、なんか眉毛少ないんでリオの髪の毛多いから分けてあげるよみたいな話、植毛してあげる話になって、でなんかなんて言うんだろう、ロン毛のウーパールーパーがえなんて言うんだろう、チャーリーのチョコレート工場にロン毛のなんかウーパールーパーみたいなのがいて、それを検索しました。え、ウーパールーパーなのかな、え、なんだろう、そう、その話になって調べました。じゃあ次が未公開写真。自分で写真撮ってカメラがめっちゃブレたやつがあって、これかモアのお家にお泊まり行った時に撮った写真です。かわいい。これね、ほんとブレてね、投稿できてない。公開写真だね、じゃあ。はい。じゃあ、携帯は何歳の時に買った？携帯は10歳かな、10歳の6月ぐらいです。家族との携帯ルールはありますか？え、全然ない。もうやっぱり夜、深夜12時以降は触っちゃダメっていうか、寝るから触らないことはない、こんな感じです。リオのスマホの中身紹介はこんな感じでした。今日はどうでしたか？え、みんなの見てどうだった？なんかこれ調べてそうやなと思ってたものをあんま調べてなかった。確かに、リオちゃんやったらコスメとか調べそうやったけど、うんぱみたいな。うんぱ確かに、みんななんかバラバラだったね。そう。ノアはもうなんかおもろしろ、そっちめっちゃ言う。おもろしろ。リオはなんかリオは結構検索履歴でみんなそういうの調べてるんだみたいな感じで、うん、ね、今日のスマホの中身はこんな感じでした。この動画はどうでしたか？どうでしたか？この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。もうせーの、バイバイ。うん、せーの、バイバイ。